絶好のタイミングを前に爆裂魔法を放つ衝動を抑えることができようか。いや、できない。できなくねえだろ。普通に我慢しろよ。あとタイミングも絶好じゃなかったからな。というわけで、あとはお願いします。一発のポンコツが無駄打ちしやがって、作戦が台無しだ。カズマ、今の爆裂魔法でモンスターがさらに集まってきたぞ。マジか。だが安心しろ、作戦通り私がおとりになる。その隙にカズマはメグミンとアクアを連れて逃げてくれ。ダークネス、お前。仲間を守るのはクルセイダーである私の役割だ。それにあんなにも興奮したモンスターに蹂躙され、ボロボロにされる様を想像するだけで。今のは確かモンスター集める魔法だったよな。ええ、そうよ。ほら見て、爆裂魔法に驚いて逃げ出したモンスターも戻ってきたわ。これは討伐数で報酬額が変わるクエストなんですもの。一匹でも多く倒すに越したことはないと思うの。だからあえてモンスターを集めたと。我ながらいい判断ね。よし、モンスターはざっと見て何匹いると思う？そうね、20匹ってところかしら。俺の見積もりでもそうだ。で、俺が持っている矢は10本ほどしかないわけだが。え？当然ダクネスの攻撃は当たらない。いや、それ以前にあいつは攻撃する気すらないだろうな。さて、ここで問題だ。残り10匹はどうやって倒す？お前に任せても大丈夫ならそうするが。それはちょっと困るというか、無理と言いますか。このダメガメ、毎度毎度余計なことばっかりしやがって。何が水の女神だ。許されるなら今すぐクーリングオフしてエリス教のアークプリストを雇いたいわ。カズマが言っちゃいけないこと言った。殺せば。アクア、そろそろ泣き止んだらどうだ。なんでなんで、カズマがエリス教のアークプリストを雇いたいって。あれは半分冗談だよ。でもああ言われてもしょうがないって少しは反省してくれ。全てとは言わないけど、クエストを失敗するほとんどの原因がお前なんだからな。ちょっと、人は手間のかかる出来の悪い子みたいに言わないでちょうだい。実際そうだろ。失礼ね。クエストではあんまりだけど、役に立つところではしっかり役に立っているんだから。昨日の夜だって人に頼まれて。カズマカズマ、すみませんが、そろそろドレインタッチで魔力を分けてもらえると。おっと、そうだな、ドレインタッチ。おお、来てます、来てますよ。とてもいい感じです。ちょっと聞いてよ、昨日の夜は人に頼まれて。しかし、あの状況をよく乗り越えられましたね。珍しくダクネスがまともに活躍してくれたからな。おかげでモンスターを分散できた。
デコイで引き寄せたモンスターに蹂躙されながら仲間を安全圏に逃がす。少々物足りなくはあったが、クルセイダーとしての役割も果たせて私は満足しているぞ。それは何よりだ。はあ、カズマありがとうございます。歩けるくらいには回復したのでもう大丈夫です。さて、それじゃ余計なモンスターに遭遇する前に帰るか。おい、その前にアクアの話を聞いてやれ。面倒だ。そう言うな、アクアに拗ねられた方が厄介だろう。それでアクア、昨日の夜がどうしたって。もういい、教えてあげない。そっか、じゃあ帰るか。もうちょっと頑張ってよ。興味を持続させる努力をしてよ。カズマ、カズマ見てください、すごいものを見つけましたよ。すごいもの？なんだこれ、宝石か。宝石？違います、すごいのはそっちじゃないですよ、こっちです。なんだこれ。石板ですよ、石板。しかも黒いのです。ああ、確かに黒いな。石板だけでもグッとくるのに、見てください、この見事な黒光り。コウマ族の金銭が刺激されまくりです。ねえねえ、そんな石板どうでもいいから、この宝石って本物？値打ち物なのかしら。見たところ本物のようだが、カットの仕方も適当で価値があるとは思えないな。しかし、こんなものをどこで。そこに落ちてました。そこって道端にか。カズマ、カズマ、これもらっても大丈夫ですよね。だってこんなに黒光りしているんですよ。私がもらわなくて誰がもらうというのですか。ちょっと落ち着け。お前の気持ちはわからないでもないけど、拾うのは賛成できないぞ。私も同意見だ。倫理的にもそうだが、正直悪い予感しかしない。悪い予感というと。忘れたわけではないだろう、カズマが指輪の呪いにかこつけて私たちの下着を搾取し続けたあの屈辱的な日々のことを。待て待て待て、その言い方はかなり語弊があるだろう。あれは指輪の呪いのせいで無意識にスティールしてたんだからな。てか屈辱的とか言いながらにやけてんじゃねえよ。どっちでもいいですよ、そんなことは。よくねえよ。いいですか、カズマ、大切なのはこの石板が黒光りしているということなのです。ねえめぐみ、気持ちはわからなくもないけど、落とし物だからといって人のものを勝手に取るのはどうかと思うわよ。おお、アクアがまともなことを言った。あんた、私を何だと思ってるわけ。女神である私が盗みなんて働いたら信者の子たちが悲しむじゃない。私は信者の子たちを裏切るような真似だけは絶対にしないのよ。お前さ、昔俺のジャージを勝手に火にくべようとしたよな。あれも盗みみたいなもんだと俺は思うのだが。あれは状況が状況だったからで。そうだ、やっぱりこの宝石は価値のあるものらしいぞ。それは素敵だわ、すぐに売ってお金にしましょう。嘘だよ、あっさり本性を見せやがって、このなっちゃって女神め。騙すなんてひどいじゃない。カズマ、カズマ、この石板と宝石はどうするんですか。ああ、その辺に放っておけよ。それはまずいと思うのですが。なんで。前の指輪のように呪いが発動するマジックアイテムだったらどうするんです。確かに悪党が拾ったりしたら大事になりかねないな。だったら持って帰るっていうのか。それこそまた呪いにかかったらどうするつもりだ。その時はその時だ、甘んじて恥辱を受け入れよう。恥辱前提で話をするなよ。もう面倒ね。それがもしマジックアイテムならとりあえず使ってみればいいじゃない。はあ？それで効果が発動しないって分かればここに置いていけるんでしょ。効果が発動したらどうするんだよ。そうね、ウィズに押し付けるのはどうかしら。
ビズの店は危険物を処理する店じゃないんだからな。それに前みたいに呪いが発動したらどうするつもりだ。大丈夫よ、呪いなんて私がちょちょいと解いてあげるから。まあ複雑な術式だと無理に解いた反作用で取り返しのつかない何かが起こるかもしれないけどね。そういう可能性が少しでもあるなら使うのは絶対にダメだ。だったらどうするのよ。このままじゃ拉致が開かない。とりあえずウィズに見てもらおう。そうですね、魔道具店を営んでいるくらいですから何か知っているかもしれません。そうと決まれば行きましょう。なんでそんなに張り切ってるんだよ。いらっしゃいませ。よウィズ。あらカズマさん、それに皆さんも。随分と不機嫌なようですが、何かあったのですか？あのくっさい害虫はどこ？害…ああ、バニルさんでしたら今朝になって突然仕入れに出かけてしまったんです。何やらお金を稼ぐ好機が訪れるとかなんとか。もしかしてバニルさんに用事が？いや、そうじゃなくて、実はですね、この石板を見てほしいのです。それとこちらの宝石もだ。まあ素敵な宝石ですね。それにこの石板は随分と古いもののようで。何かわかりますか？と言いますと？これ拾ったものなんだけどさ、前の指輪の時みたいに呪いが発動するのか、そもそもマジックアイテムなのかさえもわからないんだよ。それなら魔道具店を営んでいるウィズに見てもらおうということになってな。すみません、私は鑑定が専門ではないので。ああ、そんな失望しきった目で見ないでください。鑑定はできませんが、何かこういい感じにアドバイスはできるかもしれません。これは石板ですね。うん、それは知ってる。宝石とは天然の鉱物を加工したものなんです。うん、そういう知識は求めてない。あとあと、他には。おや、どうかしたか？ちょっと気になることが。拡大鏡で見てみます。なんです、なんです、何か見つけたのですか？すごく小さくですが、文字が刻まれていますね。おお！石板に魔力を注入すると何かが起こるそうです。ほら、ここに書いてありますよ。拡大鏡で見ないと認識できないレベルだな。うんうん、なるほど。これはどうやらマジックアイテムのようですね。来ました、マジックアイテム来ましたよ。どんな効果があるのですか？待ってくださいね。素材と魔力を使い衣服を生成する。衣服限定なのか？記述通りに解釈するならそうなりますね。へえ、どんな衣服が作れるのかしら。そこまでは。ただこの手のマジックアイテムは素材次第で作れるものが変わるのが普通です。うん、食材から料理を作るようなイメージでいいのだろうか？ええ、簡単に言うとそういう感じですね。すごいアイテムじゃないですか。さすがは黒いだけあります。色は関係ないだろう。ちなみにこっちの宝石もマジックアイテムなのかしら？どうでしょう、文字が刻まれていないのでわかりません。バクネスの見立てだとあんまり価値がないのよね。あ
宝石としての価値はそうだな。しかし宝石に限らずだが、希少性だけで価値を決めるのはどうかと私は思うんだ。そのものが持つ本当の価値とは、そのものに刻まれた歴史だろ。そう、人により紡がれた思い出にこそ価値があるのだと私は言いたい。随分と素敵じゃないか、ララティーナお嬢様。その名前を言うな。ま、価値がないならいいわ。石板の上に置けばいいのよね。はい、それで大丈夫だと思いますが、素材は複数必要ですよ。あら、そうなの？ねえ、カズマ何かない？おい待て、お前はなんで石板を使おうとしてるんだよ。なんでって、その質問には私が答えましょう。あ？例えば目の前に巨大なモンスターが現れたとします。その時カズマはどのような行動を取るべきだと思いますか？状況によるけど、まずは様子を見るべきなんじゃないか？違います、違いますよカズマ。正しい行動の選択は爆裂魔法を撃つです。つまり巨大モンスターと対峙した時には爆裂魔法を撃つように、その時その時で行うべき正しい行動というものがあるのです。うん、つまりマジックアイテムが目の前にあったら使いたくなるのが人というものじゃないですか。なるほど、お前じゃ話にならないということはよくわかったよ。アクア様、よかったらこれを使ってください。おいそっち、勝手に話を進めるな。あら、いい香りがするお香じゃない。本当だ、なんだろう、とても心が落ち着く。あまり嗅がないでください。このお香は入眠効果に優れているのですが、あまりにも効果が強すぎて目を覚まさない危険性があるんです。まだ木箱3つ分ありますし、それに全く売れませんので、よかったら使ってください。くれるって言うならありがたく使わせてもらいましょう。だから待て！何よ、うるさいわね。それだけすごいアイテムなんだぞ、絶対に何かある。使ったら呪われるのがオチだ。アクア、お前呪われてもいいのかよ。あんた、私を誰だと思ってるの？私は女神、そう、水の女神アクアなのよ。安っぽい呪いにかかるわけないじゃない。そうですよカズマ、呪われると決まったわけではありませんし、とりあえず使ってみましょう。私も構わないぞ、むしろ以前のような呪いなら。だから思い出してもじもじすんだよ。もじもじなどしていない。次こそは呪いに打ち勝つ覚悟ができていると、そういうことだ。だが仮に以前のような呪いにかかっても安心しろ、私が全て受け止めてやる。むしろ受け止めさせてくれ。めちゃくちゃ期待してんじゃねえか。はい、魔力注入っと。おい、さあ私の神聖な魔力からどんな服が作り出されるのかしら。アクア、お前だ。おお、すごいです、本当に服ができましたよ。なんでこんな服が生成されたのかしら。アクア様がこういう服が欲しいと強く念じたのでは？そういうのはないわね。ではやはり生成される服は素材次第ということになるのでしょうか。アクア、これはとても素晴らしいマジックアイテムですよ。
でもどんな服ができるかわからないんでしょ。いいえ、そんなことはありませんよ。目の前にしっかりと結果が出ているじゃありませんか。どういうことかしら。この生成された衣服の形状や布の質を見てください。まるで寝巻きのようですよね。確かにそうね。そして思い出してください。素材として使ったものを。宝石とウィズがくれた、ああ、入眠効果のあるお香ですね。そうです、入眠効果のあるお香です。宝石の要素は全くありませんが、入眠効果という部分は寝巻きという形で現れているのです。ある程度狙って作れるのは分かったけれど、でも生成されるのが服だけっていうのは微妙じゃない？正直あまりテンション上がらないわ。甘い、甘いですよ。アクア、触ってみてください、この寝巻きを。あら、結構高級な生地を使ってるんじゃない？いいお値段しそうだわ。そうなのです、役立たずのマジックアイテムがこの高級品に化けたのです。それはつまり、一攫千金のチャンス。それに素材によっては特殊効果のある衣服も生成できるかもしれません。考えれば考えるほどロマンに満ち溢れたマジックアイテムですよ。カズマ、これはすごいマジックアイテムよ。とても気に入ったわ。なあウィズ、俺の処分って頼めるか。言ってるのですか。そうよ、この子は絶対にすごい力を秘めているわ。それを処分って正気の沙汰とは思えないんですけど。カズマが何と言おうと、この石板は絶対に家に持って帰りますからね。あのカズマさん、実はバニルさんから言づてが。いいか小僧、遺失物は手元に置いておくのが吉と出た、だそうです。あと、何かあった時はウィズ魔道具店をひいきに頼む、ともおっしゃっていました。他には。それだけですね。おい、アクア、念のために確認しておくけど、呪いがかかったようなことはないんだな。そういう気配は感じなかったわね。まあ、呪いが向かってきたとしても私の神器が弾き返しちゃうけどね。さっき作った服におかしいところはあるか。特にないと思うけど。よし、この服はお前が持ってろ。なんでよ、こういう服趣味じゃないんですけど。そういう問題じゃない。まだ何が起こるかわからないんだから、呪いを解けるお前のそばに置いておいた方がいいだろう。あと、石板をむやみやたらに使わないこと。これを守れるなら。守れるなら。持ち帰ることを許してやるよ。じゃあ早速帰っていろいろ試してみましょう。お前、人の話を聞いてたのか。アクア、ずるいです。私にもやらせてください。あの、ダクネスさん、大丈夫ですか。ぼーっとされていますけれど。おい、ダクネス、どうした。ああ、いや、ちょっと朦朧としてな。先ほど嗅いだお香の効果が出てしまっているのかもしれませんね。それならいいけど。そんなことよりも、二人を追いかけよう。あの勢いだと、屋敷中のものを素材にしかねない。確かにそうだな。ウィズ、ありがとうな。あとバニルが帰ってきたら
一体何を見通したのか聞いといてくれ。はい、わかりました。私よりも遅く起きてくるなんて、これはきつく仕置きをしないといけないな。え、ダクネスさん、今なんておっしゃいましたか。聞こえなかったのか。どうやらまだ頭の中は寝ているようだな。私が叩き起こしてやってもいいんだぞ。返事はどうした、カズマ。カズマカズマ、今はダクネスに合わせた方がいいわ。だな。大丈夫だ、ちゃんと起きてる。遅くなって悪かったよ。明日からはちゃんと早起きするからさ。まあいいだろう。しかし次はないぞ。この壺。なんだよあれ、確かにめちゃくちゃおかしいぞ。普通にしていればいつものダクネスなんだけど、一体何がどうなっちゃったわけ。よく考えてみたら、昨日からなんだか様子がおかしかったのです。帰ってきてすぐに体調が悪いと自室に戻ってしまいましたし。ええ、夕食の時も起きてこなかったわね。いつからおかしくなってったのかしら。確かウィズのお店で妙にぼーっとしてて、直前まではいつもの調子だったな。となると石板を使った後からか。おい、あの石板メグミンが持ってたよな。ちょっと貸せ。はい、どうぞ。してて読めそうなんだが、これはかなり細かい字ですね。注意しないと見落としてしまいますよ。先ほどから3人でコソコソして、今度は大声を出して。うわ、これは声を上げたくなるわね。石板を使うと呪いにかかりますってはっきり書いてあるんだもの。何？呪いだと？こんなに小さく書くなんて注意書きとして無意味だろ。むしろ悪意を感じるわ。
って他にも何か書いてある。呪いはそのものが持つ欲望と真逆の欲望が強くなるというものです。呪いを解くためには心身ともに欲望を満たす必要があります。真逆になった欲望はやがてその人間に定着してしまいますので注意してください。あ、でもご安心ください。呪いにかかるのは一人だけですので。だって、ということはダクネスは石板の呪いにかかってしまったのですね。だな、間違いない。ええ、間違いないわね。どうして自信満々に言い切れるんだ。だってな。ねえ、はい、3人で納得するな。お前は呪われてる本人だからわからないんだろうけど、普段と変態の方向性が逆になってんだよ。むしろああなった原因が分かって安心したわ。それには同意してしまいます。ほう、人を変態呼ばわりとはいい度胸だな。ではお望み通り、私の変態性とやらをここで証明してみせようか。そんな顔しないで、本当に怖いから。にしてもまた呪いかよ。今回はそんなに悩むことないんじゃない。解除方法は分かってるんだもの。カズマ、2、3発ダクネスに殴られてください。それできっと満足します。普通に死ぬだろ。大丈夫、私がちゃんと生き返らせてあげるから。佐藤カズマ、佐藤カズマはいるか。佐藤カズマ。はいはい、俺ならここにいますけど。てか急に何なんです。佐藤一馬、パーティーメンバー全員アクセルの町からの追放を通告する。